はい、こんにちは。今日はジェノベーゼパスタ作りますぜ。しかもバジルの葉っぱから。材料はバジリコの葉っぱ30枚以上あるね、きっとね。今旬です。これはチーズのすりおろし。本当はパルミジャーノチーズを使うのが王道です。生パスタ、本当はトロフィエっていうショートパスタを使うのが、まあ、多いですね。から松菜に、あとオリーブオイルです。では作っていきます。松の実を空煎りします。空煎りするとね、油が出てくるんですよ。こんな感じ でこれをミキサー入れちゃう。バジリコの葉っぱね、全部入れちゃえ。でチーズもちょっと多め、かなりこれ多いですね。最後かけ残しておこうかな。からオリーブオイルをたっぷり入れてと、はい、これで回します。オイル分が少ないみたいだね。ちょっとオイル足しましょうか。よし、もう一回。だいぶいい感じですね。ちょっと一回味見してみよう。うん、うまい。あ、いいね。もうこれでいいや。あと冷やしていきます。パスタ茹でます。今日は生パスタ2分ぐらいでできちゃうかな。ひたすら混ぜるんですよ。お湯を足しながらひたすら混ぜると、こうすると加えたチーズがだんだん溶けていくのね。これを怠るとシャバシャバになっちゃうんで、
とにかく混ぜます。ひたすら混ぜます。よし、こんなもんかな。よし、完成です。よし、じゃあ今作ったジェノベーゼペーストのパスタいただきます。今日はよっしゃ、こだわりレモンサワーでいってみようか。いただきます。サルテ。さ、どうかな。どうかな。うまそうだよね。いいね。うまい。前レストランのねシェフに。イタリア人のねお願いしたことがあって、作ってみてくださいって。その時に作ってくれたのが、まあ、今みたいな作り方だったんですよ。ペーストをあえてパスタをこうぐるっと絡める時間が結構長いんですよね。 2,3 分やってたと思います。そうするとこうソースが滑らかになってもう絡むわけだよね。そこら辺だけだと思います。あとはまあ新鮮な素材を使うということかな。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。このバジルのペーストはね、やっぱ作りたてがうまいわけですよ。例えばジェノバの家庭だと夏にこのバジリコがいっぱいできちゃうんで、春から夏にかけてもうペーストをいっぱい作るんですって。でそれを小分けのカップに入れて冷凍保存して1年中使うそうです。まあそんな感じでやっぱり旬の時に作った方が美味しいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオ。チャオチャオ。